皆さんこんにちは。私は中之島キリスト教会の牧師で国分博士と申します。よろしくお願いいたします。本日は10月11日詩詩記18章1節から13節、神の命令を忘れさせる富と安楽です。詩詩記18章1節から13節。その頃イスラエルには王がなかった。その頃ダン人の部族は自分たちの住む相続地を求めていた。イスラエルの諸部族の中にあって、相続地はその時まで彼らに割り当てられていなかったからである。そこでダン族は彼らの諸子族全体のうちから5人の者、ツォルアとエシュタオルからの勇士たちを派遣して、土地を偵察し、調べることにした。それで彼らに言った。行って、あの地を調べなさい。彼らはエフライムの山地のミカの家に行って、そこで一夜を明かした。彼らは、ミカの家のそばに来、あのレビ人の若者の声に気づいた。そこで、そこに立ち寄り、彼に言った。誰があなたをここに連れてきたのですか？ここで何をしているのですか？ここに何の用事があるのですか？その若者は彼らに言った。ミカが、カクカクのことを私にしてくれて、私を雇い、私は彼の祭司になったのです。彼らはその若者に言った。どうぞ、神に伺ってください。私たちのしているこの旅が成功するかどうかを知りたいのです。その祭司は彼らに言った。安心していきなさい。あなた方のしている旅は、主が認めておられます。5人の者は進んで行って、来主につき、そこの住民を見ると、彼らは安らかに住んでおり、シドン人の習わしに従って平穏で安心しきっていた。この地には足りないものは何もなく、押さえつけるものもなかった。彼らはシドン人から遠く離れており、その上、誰とも交渉がなかった。5人の者が、ツォルアとエシュタオルの身内の者たちのところに帰ってきたとき、身内の者たちは彼らに、どうだったかと尋ねた。そこで彼らは言った。さあ、彼らのところへ攻め上ろう。私たちはその土地を見たが、実に素晴らしい。あなた方はためらっている。ぐずぐずせずに進んでいって、あの地を占領しよう。あなた方が行くときは、安心しきっている民のところに行けるのだ。しかも、その地は広々としている。神はそれをあなた方の手に渡しておられる。その場所には、地にあるもので、足りないものは何もない。そこで、ダン人の士族の者600人は、武具を身につけて、そこ、ツォルアとエシュタオルから旅立ち、登って行って、ユダのキルヤテ・エアリムに宿営した。それで、そのところは、マハネ・ダンと呼ばれた。今日もそうである。それは、キルヤテ・エアリムの西にある。彼らはさらにそこからエフライムの山地へと進み、ミカの家に着いた。今日の箇所にはダン人が出てきます。ダンはイスラエルの12部族の一つです。彼らも神様から相続地が与えられていました。でも自分たちの力でその相続地を得る、ちゃんと自分たちのものとして占領し支配するということができないでいました。
まあ、これは非常に残念なことでありますけれども、まあ、イスラエルにおける現実でもあったんですね。イスラエルはカナンの地を攻略してそこを自分たちのものとして占領していきました。で、最初の頃は非常に調子よくどんどん占領していったんですけども、次第にそれがうまくいかなくなっていくわけですね。特に非常に強力な人たち、たくさんの戦車を持っているとか、非常に体が大きくて攻め込むのが非常に難しいとか、まあ、そういうようなところはなかなか攻略できずに残っていったんですね。また自分たちにやる気がなくて進められなかったというようなそういうこともあったんじゃないのかなというふうに思います。まあ、特にこの男人の場合にはそうした問題を考えさせられるんですね。もしやる気があればもう少し彼らは何とかできたんじゃないのかというふうにも思います。やはり人間は難しい問題に手をつけるということはなかなかできなくて、簡単な問題の方ばっかりやってしまう。そして結局残ってしまった大きな問題というのは諦めてしまう、まあ、そういうようなことを繰り返しているように思うんですね。男人たちは自分たちに割り当てられた土地を攻略するということを諦めてしまって、そしてもっと攻め取りやすい別のところはないのかということを探し始めるんです。これは本当に考え方としてはおかしな考え方であります。まあ、できるだけ良いところに住みたいと思う、まあ、そういうのは自然なことというふうに思うかもしれませんけれども、イスラエル人は神様から与えられた土地に住むというそういう考えを持っていたんですね。それなのに神様から与えられたわけでもない相続してはないところを自分たちで得てそこに住んでしまおうというふうに思い出すのは、明らかにただ単に物事がうまく進めばよい、神様の命令などどうでもよいというようなそういう態度に思えて、でこの男人たちが自分たちの相続地を得ようとして偵察している最中に、昨日学びましたあのミカの家に行って、そこで偶像に仕えているレビ人の若者である祭司となったあの若者に出会うわけなんですね。でそしてこの男人たちは、まあ、この人が本当の祭司だというふうに思ってですね、自分たちの旅が成功するかどうかどうぞ神様に伺ってくださいというふうにお願いします。まあ、こんなことをよく伺うなというふうにも思います。そしてまた祭司も祭司でそれに対しても平然とですね、安心していきなさい、あなた方のしている旅は主が認めておられますというふうに言い出します。まあ、すごい自信だなというふうに思うんですね。まあ、男人たちもよく尋ねたなというふうに思います。まあ、彼らは一応この祭司に尋ねる前になぜここにいるんですかという尋ねるわけですね。そしてまあ彼はいきさつを話して、ミカがこういうわけで私を雇いましたというふうに言っているわけですね。ですからイスラエルにおいて正当的な信仰のスタイルではないということは明らかであったと思います。でそこに納められている偶像も誠の神ではないということなどすぐに分かっても良さそうなものですね。それなのに伺いを立てる、しかもそれに対して平然と大丈夫だというふうに答える。まあ、ところがですね、この若者が言った言葉を信じて出かけていった男人たちは、まあ、守備よく占領できそうないいところを発見することができるんですね。まあ、ですから余計に、まああやって自分たちのために神様に伺ってくれたあの祭司は本物だと、でそこで拝んでいるあの偶像は本物だというような、まあ、そういう思いへとどうも進んでいってしまったようですね。
まあ本当にこういうところを見てみますと、いかにイスラエルの信仰がおかしくなってしまっているのか。神様の御言葉を学ばないで、どんどん変な方向に進んでいるのかということを思わされます。まあ、特に危険なのは、物事がうまく進んでいるときです。うまくいかないときにはどうしてなんだろうかというふうに考えて、反省をして、神様の心からそれているかもしれないというふうに思うチャンスがあります。でも、うまく進んでいっているときには、あまり反省をしません。ですから、これでいいんだと。自分たちのやり方でいいんだと。これでうまくいってるんだから、これからもこういう生き方でやっていこうというふうに思ってしまいやすいと思うんですね。もしも若者が言ったのに、良い土地を見つけられなかったとするならば、あんな祭司は偽祭司だというふうに思ったんじゃないでしょうか。うまくいってしまったので、それを認めるということになっていく。まあ、結局、本当に信じているのは成功ですね。成功を信じている。まあ、これは非常に現代的だなというふうに思います。私たちもそうじゃないでしょうか。成功した人の話ということを私たちは鵜呑みにするのではないでしょうか。あの人がああやって成功したんだから、私も同じようにすれば成功するというふうに思いやすいのではないでしょうか。成功しているときは、実は気をつけた方がいいのかもしれません。あなたは物事がうまくいっているときにも神様の御心を求めていますか？物事がうまく進まないときに神様の御心を求めるというのは、よく私たちがすることではないかなと思います。でも物事がうまく進んでいるときには、もう何も考えないでとにかく進んでいくということが多いのではないでしょうか。でもこれでうまくいっているというふうに思って、あるときにハッと気がつくと、とんでもないところに進んでいってしまうということもありますよね。特に自動車などで、道を進んでいって、順調にどんどん行っているというふうに思って、全然違う道に行ってしまったときなど、もう引き返すのが本当に大変です。本当にこれでいいのかと。今自分が進んでいるこの道は本当に正しいのかと。まあ、そういうことをいつも謙虚に考える姿勢というのは、とても大事だなというふうに思います。まあ、そのためには基準となるものが必要です。道だったらば地図を見るということが大事です。私たちの歩みは、神様を信じて神様の御心を学んで進んでいく必要があります。神様の御心を、御言葉を通して私たちが学ぶときに、自分の歩みは本当に御心に従っているのか、神様が本当に良しとしてくださっているのかということを私たちは考えることができます。御心を求めて正しい道を進んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、男人たちは自分たちの歩みを本当の意味で神様の前に尋ねるということをしないで、偽りの祭司に尋ねてこれで良いというふうに思っていました。その姿は非常に残念であります。しかし神様、私たちもひょっとしたらば似たようなことをしてしまうかもしれません。神様、あなたの御心ではなくて違うものを正しいというふうに思ってしまうことがあるかもしれません。神様、どうぞお助けください。どうぞ御言葉を読んで、御言葉を通して神様の御心を正しく知って、そこに従っていくことができますように、どうぞお導きください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。